こんにちは、素直サイズなおです。今回は12月分のオパールケイト KFS ショップさんでのお買い物購入品紹介です。最初はこちら、どっちもチャコール、こっちは4本より、こっちは6本より、 150g なのですごいボリュームが違います。太さも6本よりで、こっちが4本よりだいぶ違うなと感じます。私は6本よりは初めて買ったので、太さがこちらも編みやすそうだなと思っています。単色はこちらの2つ。次はこちら、お茶目な友達シリーズ。こちらは9951エルゼ。こちらは9953のリザ。2020年のシリーズの冊子をもらってから、これは絶対買おうと思っていました。グレーに紫、ピンク、すごく好きです。そしてこっちは赤と青の組み合わせは好きで、これも自分的には元気出るなと思ったので、こちらも買いました。次はこちら、これもずっと欲しいと思って待ち遠しく待っていた毛糸のシリーズです。オーシャンシリーズで、こちらは9971の暴風。 KFS ショップさんの画像だとこの赤がもうちょっと赤に見えたんだけど、あともうちょっと黒っぽく見えてたけど、意外と明るめの薄い感じの色だなって実物を見て感じています。次はこちら、9973のイカダ。これはグレーに紫が入っています。これも私のタブレットだと
もうちょっと濃くて、ちょっとグリーンがかって見えていたんだけど、実物が届いたらグレーと紫でした。こっちと同じくグレーと紫で好きな組み合わせなので、これは満足してます。次はこちら9974踊る雲、すごくいいです。これは想像通り、想像以上、すごくいい感じです。これも想像以上。そして最後はこちら9977まぶしい光、これも想像通りかな。薄いグレーに薄い水色、とっても爽やかな糸玉です。今回は今1,2,3,4,5,6,7,8玉なんだけど、お茶目のこちらと暴風オーシャンのこちら、これは2玉ずつ買いました。初めて2玉買いをしました。これも年が明けたら追加で買いたい色です。今年はこれで買い納めのはず。もうちょっとこれは青みが、実物はもうちょっと青みが薄いグレーがメインっていう感じだけど、ちょっと青く見えます。初めて6本寄りの単色を買ったり、初めて2玉同じ色で2玉買ったりしたんだけど、オパール毛糸でも着るものを作ろうかな、作りたいなと思って、組み合わせたり、着るものを作りたいと思ってこちらを買いました。前に紹介したモヘアのカゴメ編みのベストとか、メランジモヘアのベストが自分的にはとても気に入ったので、オパールゲートでもああいう感じのが作れるといいなと思って、今回は買いました。本当はいつも全色、シリーズ全色買いたいな
思うんですけど、ちょっとまだそれはできないので厳選した毛糸たちです。一応今年の KFS ショップさんではこちらのお買い物が最後、また来年も楽しくお買い物したいと思っています。また新しく作品が編めたらご紹介したいと思います。何になるかお楽しみです。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。